かの君は五六年のほどのこの雷しかど、なお糸若やかに生めき、あいだれてものしたまいし、これは糸すくやかに重々しく、大しい気配して、顔の溝糸はこう清らなること、人に優れたまえる。若き人々は、物悲しさをも、物悲しさも忘れ、少し紛れて、見出したてまつる。お前近き桜の糸面白きを、今年ばかりは、と、うち覚ゆるも、いまいましき筋なりければ、あいみんことは、と、口すさびて、時しあれば、変わらぬ色に匂いけり、片へ枯れにし、宿の桜も、時しあれば、変わらぬ色に匂いけり、片へ枯れにし、宿の桜も、わだつならず、ずしなしたしたもうに、糸とう、この春は、柳の目にぞ玉は抜く、咲き散る花の行方知らねば、この春は柳の目にぞ玉は抜く、咲き散る花の行方知らねばと聞こえたもう、糸深きよしにはあらねど、今めかしゅう角ありとは言われたまいし、行為なりけり、下に見やすきほどの良いなめりと見たもう。かの君、柏木の君ですね、亡くなったそのかの君は、五六年ほどのこの雷しかど、夕霧にとって五六年ほど年長者であったけれど、なお糸若やかに生めき、あいだれてものしたまいし、やはり大層若やかに優美で、愛だれて親しみが感じられて、親しみ深くあって、人柄が近づきやすい若やかで優美で、そして親しみやすくあって、親しみやすい様子でいらっしゃって、それに対してこれは夕霧は糸をすくよかに重々しく、二人の間の違いですね、大層気真面目でね、重々しいところがあって、大しき気配して、顔の溝糸和光清らなること、人に優れたまえる、まあこう二人比較していってるわけですが、そして年のほどが、この柏木の方が五六年年長者だった、これはまあここで初めて出てくるわけで、二人なんか人によっては夕霧の方が少し年上なのかしらと、こう今まで感じてた人が多いだろうと思うんですが、この時夕霧が27歳ですから、そうすると、柏木はもう30代入ってるわけですね。ですから柏木の三宮との、三宮に心惹かれていく過程を、まあ、今までずっとこう巻き巻きで読んできたわけ、そしてこんなふうになったわけですけれども、なんとなくもう少し若い、そして思慮分別の少し浅い、若者だろうとこう思っていた人が多いだろうと思うんですが、なんとなくそういう書きぶり、そういう気配を感じさせるような書きぶりなんですね。
しかしだんだんこう終わり、つまり柏木の週末が近くなるにつれて、柏木っていうのはなかなか人に信頼せられて、辛抱厚い面もあったのだという感じになってくる。そしてここでは、おう、もういい年じゃないか、それならば弟たちも兄が亡くなったからといってすぐこうシャンとした態度が取れるわけで、そして人々が柏木を惜しむ気持ちというのが熱いわけですね。でこういうところ三宮に対するなんか、ちょっと止めでもないようなこう思いの寄せ方みたいなのから、もちろんそれは、ね、年数が経っているわけだけれども、初めの頃の柏木の人柄というふうなものは、もっと10代のような感じが、10代の青年のような感じがしてた。それがここでは実はすでに30代に入っているんだという、それならば人間としてしっかりしてくるのも当然のことだという感じなんですね。ここで初めてそれが夕霧の年齢なんかは分かってるわけだけれども、もう少し早くから、しかし柏木の年齢はここで初めて、ああそうなのかと思わせるわけです。源氏物語っていうのは本当にあんな大長編で、近代なんかの長編の小説なんか見ても、ところどころ年月の乱れというふうなものはあるもんなんですけども、驚くほど源氏物語の中にはそれがまあ少ないわけ、それだからまあ源氏物語の年立てというふうな、作中の人物の年齢をきちっとこう順を追って整理することなんかもできるわけですけれども、もちろんところどころそれは乱れはありますけれども、割合に少ない、驚くほど少ないと言ってもいいんです。しかし同時にやはりこれだけの長い巻き巻き、書かれるにつれてこう作者自身もやっぱり変わってくる、それからこれだけの複雑な人物が動いているわけですから、今ならば便利な機会があってそれでこう整理していけばさほどでもないでしょうけれども、当時よくこれだけのものが構成せられたと思うわけですね。それからまあもう一つは、これだけの長い巻の巻巻それぞれを全部一人の紫式部が書いたということはちょっと考えられない。だからまた幾人かの手が加わっているとすれば、そういうところで食い違いが出てくるというふうなことも当然ですね。ただそれを細かく実証することはちょっと今不可能なんですね。あるこう、ここら辺はこうではないか、ここら辺は他の人が
書いたのではなかろうかというふうな推測がある程度立つ部分はありますけれども、あるいはまあ宇治十条というふうなところになると、これはいろんな面で書き手が変わっているだろうという推測も出てくるわけですけれども、前巻にわたってここは誰、ここは誰というふうなことがはっきり捉えられるわけではない。ですけれども、ここら辺なんかもちょっとね、あ、そういう年齢だったのかという感じがするところです。若い夕霧の方が、まあ、人間としてはこう割合に落ち着いた性格、着実な性格を持ってるんですね。これは前から出ていましたけれども、で、かの君は、柏木の君は、この夕霧よりも5、6年ほどの年笠でいらっしゃったけれども、年笠だったけれども、やはり意図を若やかに生めき優美な風で、愛だれてもの下まし親しみやすい性格でいらっしゃった。それに対してこれはこの夕霧の大将は大層生真面目で、そして人柄が重々しくって、大しき気配、男らしい人柄が終わりになって、人柄で終わりになって、顔ばかりは大層若々しくさっぱりとしていること、他の人に優れていらっしゃった、他の人よりは優れていらっしゃった。で、若い女房たちは物悲しさも少し紛れて見出した手祭る。この柏木の亡くなられた後、仕えていた女房たちはその物悲しさも少し心紛れて夕霧をお見送り申し上げる。お前しかぎ桜のそのお庭の正面のあたりの桜が大層風情よく咲いているのを今年ばかりはとうち覚えるも、今年ばかりはここが引き歌があって古今集の春の下の巻の読みと知らずの歌です。春ごとに花の盛りはありなめど、愛民ことは命なりけり、あ、ごめんなさい、そうじゃなくって、古今集の愛称の巻の深草の延べの桜し心あらば、今年ばかりは墨染めに咲け、深草の延べの桜し心あらば、今年ばかりは墨染めに咲け。それを引き歌にして今年ばかりはと思われるのも墨染めに咲けというそこのところですね。いまいましき鈴になりければ、不吉な筋合いだからして、不吉な連想が起こってくる筋合いだからして、
で、あいみんことは、これも、これがさっきの古今集の春の下の巻の、春ごとに花の盛りはありなめど、あいみんことは命なりけり、これを引き歌にしているわけですね。春ごとに花の盛りはありなめど、ありなめど、あるに違いないけれども、あいみんことは命なりけり、その花とその花を愛みること、その花と愛みること、それは命あってのことなんだ。その愛みんことはと、その歌を口ずさんで、で自身も時しあれば変わらぬ色においけり、片へ枯れにし宿の桜も、時が来ると変わることのない美しい色に咲きにおうことだ。片枝が枯れてしまったこの宿の桜も、この家の桜も、片へ枯れにしというところに柏木の詩を匂わせているわけですね。季節がやってくると愛も変わらず、季節にたがわず、花は咲き入れて、美しい色に咲き入れることだ。この片枝の枯れてしまった屋敷の桜だって、わざとならず図しなして立ちたもうに、前にその愛民ことはと口ずさびて言ってる、そしてこの歌を出して、そしてまたさりげなく口ずさんでお立ちになるにつけて、糸と間を置かずにすぐに、この春は柳のメリズを玉は抜く、咲き散る花の行方知らねば、今年の春は柳の目に玉を貫くことだ、目を吹き出した柳の目が玉を抜く、玉を貫くっていうのは、雫が糸柳の目について涙の露のように光っている、それを玉は抜くと言ったわけですね。もちろん抜くは糸でこう玉を貫いていく、繋いでいくことですけれども、それを悲しみに涙が次から次へ
こぼれ落ちてくる、その様子に見立てたわけ。この春は柳の目にぞ玉は抜く、そんなふうに止めどなく目に涙を宿しております。咲き散る花の行方知らねば、咲いて散っていく花のその行方が分かりませんから、その悲しさにと変化を口ずさまでなさった。さすがに見やすんどころの間を置かぬたしなみの深さですね。意図深きよしにはあらねど、この歌の心が大層深いというのではないけれども、それほど心深いというのではないけれども、しかし今めかしゅう角ありとは言われたまいし行為なりけり、もともと統制風に最地があるというふうに評判せられていらっしゃった行為である。まあ、それが帝の愛を受けて、そしてこの女二宮を生んだわけですね。その人にいかにもその人らしく現に見やすきほどの容易なめりと見たも、なるほど程よい心容易だな、間を置かずにこれだけの変化がすらっとこう出てくるわけで、程よい心容易だなと思ってご覧になる。でこれが一条の宮を訪問した時の一部始終ですね。でここで一区切りついて、そして、その足で知事の太政大臣の屋敷へ行くわけです。こっちは二条ですからほんの近いわけで。